違って始まったけど、ウルトラサンムーンのストーリー覚えてるやつゼロ人説、これ唱えたい。ウルトラサンムーンってサンムーンと違うの？なんかこいつらいないよね。いや俺ウルトラサンムーンねクリアしてるはずなんだよ。だってウルトラサンムーンでレート対戦潜ったことあるんだもん。ということは絶対クリアしたことあるんだけど、本気で記憶にない。一回ねジャンフェスかなんかで公式配信でね、最終の前でウルトラサンだったか普通のサンだったかわからんけどやらされたんだよな。あれは普通のサンかな。ここは君たちが知らない、なんか全く知らないアーカラ島みたいな売り文句でやっといて、蓋を開けてみたら全て知ってる世界だったんじゃなかったっけ。俺たちの知ってるサンムーンでしかなかったから叩かれてるんじゃなかったっけ。難易度だけクソむずくして。先にこれ俺からの提案2つ、ちょっと俺から譲歩させてほしいことがあるんだけど、まず1つ目、学習装置の仕様がどんなになってるか分かんないけど、多分全員に経験値入る仕様だよね、6世代という人なら。今回はありで、そこはね多分ありにしないと終わる。でリージョンフォーム、例えば昔さ石つぶて俺も死んでんだけど、アローラ石つぶてありにしてくれねえか。でせっかくリージョンフォームさいっぱい出てんのに一匹も使えないんだが。あてか御三家、まあ御三家はねサムーンに書いてある通りですね。これサムーンの御三家いいよな。サムーンの御三家って珍しく全部当たりじゃない。ガオガエンを当たりと言っていいなら、なんかいい感じに全ての方向性に置いて当たりな感じあるんだけど、大パイコー初めての。まあね御三家はちょっと先のことをいろいろ考えて、とりあえずガオガエンはないんだわ。まずガオガエンだけはない。威嚇だったらな。でこいつはねゴーストタイプが入るから、この縛りにおいてやっぱノーマル格闘を透かせる無効タイプを持ってるだけでゴーストは強い。ただ問題は俺の御三家は最終進化までしないっていう、フクスローのまま死んでいきそうなんだよな。まあ、そこまで考えると足まりですね。名前は足利義満で、義経でもいいな。アシレーヌの見た目で義満は似合わなすぎるか。うわー俺ここ覚えてる。俺最初さククイ百科士が絶対悪いやつだと思ってて、後ろのラブカスとかさサニーを生体実験されてると思ってたもん。クックイ博士のなんかさ最初の悪いやつ感やばくなかった。サンムーンってさ、だってみんななんかウルトラビーストのもう一つの姿みたいな、そういう考察あったじゃん一番最初。だから俺ワクワクしててさ、そのリーリエがウツロイドでルザミーネがフェローチェでみたいな、ハラが悪事キングで、みんななんか似てる、すげえダークなストーリーになるんだろうなと思っていたのに、電樹木とクックイ博士の嫁もめっちゃ似とるしな。グラジオマッシブグラジオマッシブーンだっけ、マジ取ってつけたかのような当てつけで笑う。ほらいや怖くね、ラブカスっていうのは怖いやん、なんか心臓みたいでさ、こんなん黒幕だと思うでしょ。おおお、早い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 、かわいいゾロは。やっぱリージョンのゾロラもかわ、翡翠地方のゾロラもかわいいけど、レベル高い。通常ゾロラもいいね。チャームボイスってのは怖いよな。まあさすがに水鉄砲って死なんやろ。おいちい、いや強い。これ次急所で飛ぶ？うわーなんか絶妙。投げるか、とりあえず一回投げよう。はたくで全然耐えるだろうけど捕獲率低いか。頼む、うわマジ最悪、一攫。さすがに傷薬。おい待て、モンスターボールこいつに全部なくなりそうな勢いなんですけど、やばいって。
わかった、じゃあもう一回投げて、一回も売れなかったら殴るわ。二連続一回も売れないわ、ちょっと心折れるんだけど。どりゃあんたが悪いんだからね。こんなとこで死ぬやついらねえわ。あ、ちょっと待って、難攻モンスターボール使った。さよならウルトラネクロズマ。え、俺これウルトラネクロズマに勝つあれなくなったんだけど、もう積んだ？もしかして。頼む。おぉとりあえずとりあえず最初の一匹来たわ。アゴジムシなんて使う予定なかったんだけどな。まあ、こんなに早く学習措置がもらえるならとりあえず入れておこう。ちなみにヌシラランテス、ケララッパぐらいなら押し負ける。じゃあ誰なら勝てるんだよ。ベトベターだけ捕まえていくわ、もう。まあ、本当は 6体欲しいけど、とりあえず4匹でいいわ。ボールがもったいねえ。こいつはなんか長い付き合いになりそうな顔しとるわ。とっておきの名前つけてやる。よし、汗出せやがって。やば、ビジュアルゴミに。語呂悪いけど、そっちもあるのか。ゴゴミにって言いにくくね。ゴミゴミオナニーみたいじゃない。え、もうこれ切れるの？あ、マジ？あ、まあこれよ。え、これ以上に白い色ってないかな。そしたら一気に服装と合わなくなった。今はさ、ダサいって思うけどさ、なんだかんだ、なんだかんだよ。あれ？え、こいつこんな早い段階で戦うの？イリマ、なんだかんだ大人になってなんか結局おしゃれとか言われてる人とか有名人金持ち結局全員ハイブランドものに身を包んでる気がするんですけど、なんかそういうやつだから見たら俺ら多分無課金装備って思われてる。あのモンハンで重ね着しないタイプだと思われてる。装備くしゃくしゃみたいな。コスパしか痛すぎて笑った。ヨシミツ2体できるか。まあ最悪つぶらなしてもやろう。これいや待って、あ、張り込みか。びっくりした、何が起きたんかと思った。張り込み強っ。危ねえ、気をつけんと。すみません、負けてそう。まあ、負けてるんだったら激流入って水鉄砲できるかも。よしよしよし、ちょうど激流いけんな。あー怖い。待って、え、次あとなんだ、ドーブルか。今のポーズやばすぎだろ。めっちゃ踏ん張ってんじゃん。もう回復から入るか。やべ、回復がなくなる。なんか3色のね、火の粉とか木の葉とか水鉄砲とかそういうのを使うのは覚えてる。あと1がなんだ。あ、体当たりか。体当たりが一番きついんだけど、結構入んな。でも所詮ドーブルだろ。
まあ、急所ケアしとくか。乱数だな。ナイス、ナイス。待って、これあれしよう、回そう。傷削りとか使ってこねえよな、お前。そんなことしませんよね。トミーロットに行くわ。ここでトミーロット。あ、マジクソゴミ害悪うんこま。 HP 多くね、動物。そしたら、待って、ここヒノコだろ多分。飛んでくるの、ヒノコ。え、死ぬ、トミーロット。ドーブルの、いや、わからん。いや、さすがに耐えるわ。は？終わっとる、こいつ。体当たり。あれ、トミーロット硬っ。ああ、怖すぎ。なんでドーブルこんな強えんだよ。総力戦なんだけど。学習装置ありでもレベル追いつかないんだが。全然レベル追いついてないんですけど。どっかにまだ取れないのか。おい、これ主ポケモン戦1対1のドーブルにこんな苦戦したら2対1なんて無理だろ。アーボ、アーボって俺使ってる？え、威嚇アーボとか熱いんだけど、普通に。押すだけか。いえ、パーティーの美獣。いや、いつもはね、やっぱ俺の理想のパーティーみたいなのが先行していっちゃうんだけど、今回バカシはね、そんなこと言ってられないから。まあ、確かにちょっとビジュアル面はキモいかもしれないけど。おー、まあ悪くない。こいつでいい。2レベと3レベしかいないよね。スキルリンクのオス見つけたわ。君に決めた。アケノシルム。アケノシルムってさ、名前すげえ強そうじゃない。え、アケノシルムって、なんか、モンハンラスボスとかにいそうな名前じゃない、名前だけ見たら。あいつのイメージが先行されてるからなんか雑魚に感じるけど、アケノシルムって、名前のインパクトやっぱ、もうやだー、やる気ねえんだもん、ポケモンたちが。まあ、とりあえず初手威嚇入れるか。オロチマルなんて死んでいいしな、別に。最悪死んでもいいわ、こいつ。まあでも、え、最初の主ポケモンぐらいは余裕でしょ。全能力アップじゃないし、何がアップするんだろう。え、でも実際どっちだろう。デカグースかな。アローララッタの可能性もあるけど、デカグースだ。まあ、正直デカグースの方がありがたいよ。多分アローララッタの方が強いでしょ。待って、威嚇レープするのはいいけどさ、え、こいつって特性張り込み？防御アップか。いや、でもこれヘビニラビ入れれるから。でかっ。いや、待って、ヘビニラビが正解なのかわからん。毒針とかで毒狙った方がいいのか。ヘビニラビ入れとくか。うわ、これ行動あれなの。え、わざと違う、一旦消費せずにやるのこれ、仲間呼ぶの。やばすぎでしょこれって。1体殺したらもう出てこん。な、強い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 。あー、もうやってるよ。は、無限湧き。え、じゃあヘビニラビ入れといてほしい、こっちにも。おい、待って、だ、おい待って、これ無理なんだけど。ダブル張り込みで蹴散らされる。下げれない。
ダブル張り込みやばすぎ、やばすぎてもうやばいなんてもんじゃないんだけど。アーボ、バイバイアーボじゃねこれ。普通に。巻きつくってどんな。あ、まだ巻きつくのが入るかな。もう素早さ逆転してるよな多分。マヒルミもねできん。もう相手の素早さ早い。オロチマル。オロチマル。いや待て。冷静に考えろ。冷静に考えてみろ。どう考えてももっといらねえやついるわ。イキリちゃんの方がいらないわ絶対。まだ威嚇はいるわ。一番いらないやついたわ。共食いしろ。いって威嚇入ってて、これだもんな。砂かけ。かけとけ、ぶっかけとけ。お前さよなら。イキリちゃん。まあでもこれで張り込み発動しないから。ヨシミツか。最悪危なくなったらオロチマル犠牲にもう一回威嚇入れて。チャンボイって全体か。まあ、ヤングースを一回いつでも殺せる圏内に入れとく意味でもチャンボイスか。青の威嚇出してもいいけどね、あの後ろに下げれんから。出すんだったら足回りが死ぬと思った時。でこれでヤングースキープしてデカグース削っていくしかない。いや片付きだろ。あ、入る。めっちゃ入った。いいよ。こんなに負けてたらマジ話になんないよ。勝ち確。まあ1回目なんでね。これの次のターンに呼ぶってこと？これ呼ぶとしたら、いなくなったターンの終わりに呼ぶわけじゃないんだよ。1ターン一応猶予はあるの。学び。凍える風。やばい、技が完成しつつあるこいつの。どうしよう、でも全部欲しいけど。水鉄砲もういらんか。犠牲者ゼロ。凍える風普通にダブルバトルでもよ、優秀だしね。これは何の Z クリスタル？あー、ノーマルか。いやまあ、ぶっちゃけさ、ここまでは茶番やん。次の主からだよね、やばいの。次の主誰？ヨアシ？いや、こっからはいかに Z クリスタルを使っていくかなんだけど。なんだここ。イワンコはな、好きだから使いたいけど、さすがにスペックが足りなすぎる気がするけど。はっ？ダルスが勝負つけてたんだけど。うわ、なんか絶妙にうざいポケモン使ってる。いや、まあ、けど、まだヨシミツ、フルヘルスだから大丈夫。
持っててよかったオロチマルだなこれ。いや本当にオロチマルいてよかった。救世主だ。一回噛みついてるクソみてえなダメージしか出ないと思う。マヒル見狙えるけど、ひどい。威嚇入ったんかってぐらい食らったけど、いやー急所という2文字、急所の2文字に怯える生活だ。アシッドボムで削っていくしかないなこれ。とりあえず足元な。なんでまひってんのに相手の方が早い。いいよ平等に。2段階だよねこれが。まあまあさすがに回復使うか。4個あ、まあ急所もらっても後悔するんですか。一応ここを足回りに下げて激流発動させて2段階ダウンしてから上からボーンみたいなことを考えてる。足前が水の特殊技を覚えてない。いや S100 にもあるんだよなこんな見た目して。よく走るワンちゃん。これ連戦じゃないよな。あの隣の幼女話しかけんね俺に。めっちゃ経験値もらった。お進化する。秋のシルフもあと1レベル、あと1レベルで上位いく。早くノーマル技覚えてくれお前。トミーロット、トミーロットワンチャンクワガノになる世界線見えてきたなこれ。あまりにも戦闘に出なさすぎてクワガノになるまで一回も戦闘に出なさそう。怖いなおしゃまり洗脳受けてるみたいな、なんか見てて不安になるんだよおしゃまり。ガノンドルフみたいなもんかじゃあ。あ来たー、アーケノシルブ上位来たー略じゃない。献立表のところにさポトフって3文字書いてあるってこと。そんなことは絶対ない。だって俺給食員だったもん小学校の頃。ケララッパ、ケララッパのくちばしの色変わるんだ。肉じゃが食いてー。え、肉じゃがってなんか久しく食ってないな。そういえば肉じゃがって食いたくても食えないものだよね。店とかに売ってないもんね肉じゃがって。自分で作らんと。肉じゃが食いてー。ロールキャベツも食ったことない。食ってみたいロールキャベツ。レベル高えなお前。さすがに勝てるよねこれえ、これ対面カルテジャップ一発急所死亡とかやめろよ本当に。え、怖いんだけど。なんで素早さ負けてんのっていうか。鋭いくちばし持ってるよギリ。それで半分。うわ待って怖い。え、これ急所当たったら飛ぶでし
の防御どんなもん。19よ防御。19。まあでもこれ進化してんだもんな。一回耐えるか。進化して速攻死亡はやめろ。お前上位クエストの力見せてくれ。あ、え、抜いた。なんで同窓会は終わった。待って、そんなんずありえねえおい、こんなレベル帯で出していい技じゃねえだろ。はなんか威力120の技打ってきたんだけど、まだ15レベルで、しかもちゃんと急所当たってるし。おい、次の主どうすんだよ。一番育てたいやつ死んだやん。待って、あ、でも悪じゃん悪じゃん。危ねえ、もう全立てされる勢いだった。空手チョップどころの話じゃなかったわ。あーやばす、え、やばすぎないこいつは。おい、もうやばい、もう無理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 なんですけど。おい頼むぜ。ねえ待って、急所やめて。オープンねオープンね。激流入ってるから普通にできるよな。おー、ワンリキー強すぎる。ワンリキーにこんな苦戦してたらもう後ろのやつどうすんの。誰が戦ってくれんだこれ。いや、まあ一旦オロチマルだな。気合ダメ禁止しないか。気合ダメだけ禁止してくれ、頼むから。え、これヘビネミ巻いていいの。根性だよなこいつ確か。もう一個カタクラとかゴミニーで。はい、猫魂読み。カタクラとこうぜ。またなんか変に攻撃してリベンジ飛んでくるってやだからだるいけどいいわ。もうやめましょうよこんな戦い。ピンピンがもったいない。こっち狂ったかついて陰湿すぎるよ。2回目の同窓会でこの状態で真っ喧嘩に行くのやだな。まあでも防御3段階アップ。いや、こいつは毒ガス入れていいな。あー怖い怖い、待って、怖い怖い。あ、持ってる。そうか、 Z 技あるのか。え、でもえ、 Z 技って必中。じゃあ必中は限らない。俺だ、命中力が下がってくる。え、でも硬くなる3組よ。怖すぎ。怖すぎこいつ。待って、アーボに下げて回復温存したいわ。こんなもう命中力最大下がったやつ変に粘るよ。一回オロチマル行こう。え、ガチすぎ君。虫に生かせるわこれ。虫タイプ相性有利だからな。どんだけ虫しかねえんだ。あーありえん。え、おい、ちょっと待って、怖っ。痛いんだけど。普通に痛い。グロパンだけやめて。あ、睨みつけるよ。グロパン連打されるのが一番怖い。
え、でもこれ、お家地耐える次。お家地耐えるかな100なんだけど。え、ま、ちょっと待って、グロパン何技構成、グロパン追い打ち後に何、あ、睨みつける、あと1個アーボに通る技持ってんのか、これアーボ2段階ダウン怖いんですけど、グロパンで1回威嚇2回だからまだ1段階ダウン、え、1段階ダウンのうちに下げとくか、いやー読まれた、イエーイ、俺の威嚇が、え、こいつって木の実持ってる、無視どうかけて、とりあえずめっちゃ下げるしかない、当ててくんなよ、威嚇2回入ってこれ痛いんだけど、二度と威嚇できないからな、頼む、あー、ずっとクリスタルだから木の実はないか、いや持ってたら虫食いで食ってやろうと思ったのに、うわ当ててくる、下げれないんだけど、いや、ここ交代したいのに本当は、なんで追い打ちなんて入れたんだよこいつに、いこいつが追い打ち持ってんの普通に、ねえ当てないで、麻痺って止まんなくなっちゃう、でも最悪止めろと死んでよ、もう限界まで命中力一回下げてくれ、これで最大下がったかなと、マヒミ、うわ、噛みつけ噛みつけ噛みつけ、行くしかねえよ、あ、急所でこれ、ナイスみたいな、トミーだとお前ここ乗り越えたらクワガノンまでキャリーするわ、誓うわ、いるんでるよ、ここ乗り越えたらお前もう最後の島まで絶対お前を死なさないと、ここに誓う、いるんでるよ、始まってる始まってる、トリコ VS トミーロッド始まった、強い一切相手に攻撃をさせない、この姿勢泥かけなんていらなかったか、やばすぎやばすぎ、なんだこいつ、二人のポケモンを生贄にたぎってるわ、避ける、おやじ当たったら死ぬんだけど普通にグロパンであのダメージだったもんと、あと何回か見つけまいってこれ傷薬使ったらお前腹パンする、傷薬使った瞬間ってもうヒゲもマイクも全部引き抜いちゃうから、よいしょよいしょ、あー死んだよく頑張ったよ、でもそれでも飛び乗ったありがとう、お前のお前のその覚悟は無駄にしない、全然主でもなんでもねえやつ強えじゃねえかよ、主ポケモンしか警戒してなかった、何このジジイこのジジイ誰、悪事キングじゃん、失ったものが、単純にボールが足りねえ、あ、でもスーパーボールあるか、いやーこれからなの見つらいの、あ、踊り鳥は踊り鳥ありだな、え、すげえあり、鬼神族もに特攻入ってないあいつ、雷と飛行って
あ、お前も出てくるのか。でもこんなんでもいいから仲間にしとく。でなんか12レベルだし何かの役に立つかもしれんから仲間入れとくか。え、スーパーボール16個。いつの間にこんなもらった俺。あ、スーパーボール16個はいけるわ。まだ全然余裕だわ。じゃあ知らない間に増えとったな。こうか。それ確かに何にもおかしくない。ヘビニナミはいけるよ。でも毒出してる方が純粋に捕まえやすくなるんだよ。よし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 。2連続1回も入れなかった時はどうなるの。コケピー、コケピーの現在だ。死ぬやん。じゃあニワトリの悪魔かよこいつ。ルカリオの神速は、あれはルカリオって速くないもん。あ、イワンコ出てきた。まあ相当終盤なら捕まえるか。だからイワンコかわいい。25進化遅いね。何にしよう名前。懐かしの。あ、ジョーカーを使った。 BP か。今更だけど、そういえば島巡りだったなこれ。なんかマップちっちゃいなと思ったんだよね。あれこんなもんだっけと思って。あ、ここだ。和田摘みに変えよう。和田摘みも実際シャンクスみたいなもんだからな。あ、今日泥まんこは仲間にしたいぞ。これ超重要。しかもそこそこ強いじゃん。いやー順調順調。こいつはね、こいつはマジで最後までいてくれないと話にならないから。大それた名前にしたい。ガイアとかにする。ガイアガイア。でも順序的にはここで鬼しずくもを倒して水 Z もらって、おしゃまりの水 Z でガラガラ飛ばして、でガラガラゲットして、ガラガラと踊り鳥でラランテスしばき倒して、でミミッキーに全滅するみたいな、そういう流れでいけそうじゃない？とりあえずは。もうそこまで、プランは完璧だけど。グラジオのパーティー好きなんだよな。BGM もいいよね。俺の服装ダサいな。客観的に見るとダサいわ。オッケー。しかもタイプ塗るだけじゃないのか。しっかり3匹使ってる。早く電気技覚えてくれ。まだ Z は切らん。え、あー、びっくりした。うわ、それそれ怖い。そう、いや怖いわそんな。お前そんなんね、急に中からゾロアーク出てきて、なんかこっちのエスパーとかゴーストタイプのポケモン吹き飛ばされたらハマったもんじゃないでしょ。ゾロアーク、クロバットとかシルバディとかかっこよすぎだろ。ポケモンポリゴン Z とかだっけ。あとマニュとかも使ったイメージあるけど、ここまではちょろいですよと。
タイプヌルって、なんかあの名前に記号みたいなのが入ってるのがいい。ダブルコンセント。すごい、普通にタイマンで打ったと思う。将来有望。金少な。680円。コンビニ行ってまともな飯すら買えねえぞ。いや怖い。どうしよう。え、もうこれ初手ぶっぱでいいよね。仲間呼ばれる前に。待って、オーロラビームはやばいぞ。え、オーロラビームなんて持ってんの。まあ、いいや、もう行くわ。コケピー削ればいいわ。ここ最初で最後、コケピー頼むわ、お前。もうここで散ってもいいから、ありったけを削ってくれればそれでいいわ。ここはあんま高くないんだけど、お前俺のコケピーの特防甘く見んなよ。え、でもこれ鬼しずくもだったらありがてえわ。正直弱しのが強くね。鬼しずくもは鬼しずくもで強いけど、泡なのがいいわ。バブル光線だったらマジしんどった。水泡雨バブル光線。あー、素早さが上がるんですか。あらあら、素早さが上がっちゃうんだ君よりにもよって。あ、そうなんだ。へえ。たらどうしようかな。ちょっと一回特防を確認していいかな。この子の特防は35というと、今一番防御特防があるであろうこの子が47。まあ、他の子に比べたら単独進化というだけあって、まあ大丈夫。まあそうだね、鬼しずくもはあれだよね、 A だもんね、高いの。 C は低いからね。まあ、ここでファイナルダイブクラッシュ打たなかったらいつ打つんだって話ですよ。上取ってる神。さすが素早さ103。103じゃないか、長き素早さ91か。上取ってるんだか。急所当てて落としてくれてもいいじゃない。お前、やっちゃっていいぞ。完膚なきまでに。潰せ！惜しい！笑わしてもらって。なんだね、こいつは。君たちは。アメモース召喚してくるのやば。でも上は取れていないんだろ。エアカタでおだぶつだよ。実際ともね。コケピー。コケピー神。ケララッパだったら多分負けてたわ。完全サポート型アメモンスだ。ぶっちゃけ C めっちゃ高いもん、ね、この段階だったら。おい、かっけえ。サンダーに見えてきた。本当にニワトリの悪魔から成長したわ。ちょっと北京ダックの悪魔ぐらいになったね。ミミッキーまではなんとかなりそうだ。そのアロガラはさすがにいけるでしょ。でもエンニュートとかおるんだっけ。アロガラまでに俺の足回りがいい水技を覚えてくれたら。